ああということで、えー、内田さんそれでは一言ご挨拶お願いしますはい皆さんこんばんはカタリナクラ倉ス役の内田真彩ですえ本日は、えー、一人で <laughs> 一人になっちゃいましたなかなかない経験なんですけれども、はい、ちょっと楽しく皆さんとハメフラのお話できたらなと思いますのでよろしくお願いしますよろしくお願いします さあそれではマスコミの皆様フラッシュ撮影は一旦ここまででお願いいたします。 はいということで、えー、こちらあちょっとマンツーマンで喋る形になって二、はいね、人きりは初めてかもしれませんそうですねなんかすごい不思議な感じになってしまいまして <laughs>、ねはい、申し訳ございませんはいよろしくお願いしますまあいろいろね,ゃねお聞きしたいこともたくさんありますのでまずこちら2020年にテレビシリーズ第一期2021年に第二期が放送されうん、うん、人気を博したハメフラシリーズがついに初の映画化でございます、うん、会場の皆様には今最速先行 で劇場版の冒頭をごご覧いいいいたたただきままししし皆さんかかががでしたかあ嬉しいありがとうございます,そうです、ね、本当に冒頭部分だけとはいえやっぱり公開日がより楽しみになるような内容だったのかなと思いますがさあ内田さんこちら、はい、あー完成した劇場版こちら冒頭部分、えー、そしてまあ本編も当然見られたと思います、はい、いかがだったでしょうかもう 多幸感でいっぱいの「はい、ザ・ハメフラ」の映画が来たなっていう、うんはい、それがもうそれに尽きますね。私はあ私は最後まで見させていただきましたけどもこのオープニングから皆さんが見ていただいたところまででもあ帰ってきたなっていう感じ、うん、それすごくあるなと思うんですよ。で、はい、でもこう最後まで見ていただくくととにかくその 映画劇場版らしい形で「ハメフラをアップデートしていて、うん、とてもなんかこう楽しかったですしかも楽しいだけじゃなく、はい、感動するシーンだったり、うん、心をギュッと掴まれるシーンがたくさんあって。 ラブコメ、人たらしラブコメというね。そうですね、カタリナといえばですから。ありますけど、それも、もう、本当に噂にたがわず人たらしだなと。今回も、思います。劇場版でも、やっぱり、そこは健在だと。そいうことですよね。まあ、やっぱり、この劇場版も、原作の山口悟先生、書き下ろしの。完全新作ストーリーっていうところが、やっぱり、ね、このキャラクターも。テレビシリーズと同じ。 ような活躍をするということですかねなんか安定のというかみんな見たい心をいっぱい入れてくれてるんですよ本当に語りでもそうだし今までのキャラクターもそうですね、はい、そうですよねやっぱりあのキャラクターにこういうことをやってほしいみたいなのがあったらやっぱ嬉しいなという部分が入ってるのかなとそして何より、えーはい そのテレビシリーズのキャラクターだけではなく新キャラクターも登場ということでこちら冒頭部分も登場していましたよねこちら小野賢翔さん演じるアーキルこちら<ー>はいムトラク王国からの招待の少年動物と心を通わせる能力があるというキャラクターでございますうん、うん、はい、はい、劇場版の超特大破滅フラグにも関わってきそうですけれども、うん、こちらまあ 当然言える範囲とはなってしまうんですけど内田さんアーキルとは、まあ、どんな印象をお持ちでしょうかアーキルは本当あのすごくあのー、こうちょっと無口で何を考えているかわからない感じなんですけどこう信念は ちゃんと心に秘めている、うん、だけどちょっとちっちゃいんですよね多分、はい、そのジオルドとかに比べると背が低いんですよだから多分幼いのかなって単純に年齢が,年齢がそうもうちょっと下なのかななのでちょっと母性本能くすぐるんですよねあら男らしいのに、はい、男らしくかっこいいんですけど、うん、なんかそういうとこも私はあるなと思って、うん なんだかこう両,両方でちょっとこう素敵だなって思ったキャラクターですね。うーん、はい、なるほどなるほどまあ冒頭でもねちょっとまあいろいろ出てた部分もありますけれどもそれが本編になると今日先ほど内田さんが言ってたようなところは分かってくるみたいなのも本当にいやもうでも本当にアーキルを見に来てくださいってぐらい<あ>めっちゃも<う>めちゃ魅力が。なるほど、うん、アーキル推しでいい。あもうこの作品はアーキル のことを好きにさせられてしまう作品ぐらい。ほー、そこまではい。この劇場版はかなり、うん。 うん、押されてますねこのアーキルがじゃあどんな行動をとって、はい、そしてカタリナたちとどういう、ねうん、行動を共にするのかとちょっと楽しみでございますけれどもまあ当然先ほども言いましたテレビシリーズのキャラクターもたくさん登場しますけれどもジオールドキースたちねおなじみのキャラクターですねさあこちら仲間たちの注目してほしいポイントなんてもし内田さんあったらえ、はい。えー どうですかまあねこれ言っていいのかネタバレもありますからなかったらもうはいあの衣装見せたいんで一瞬してください。確かにじゃあジオールドいますかオープンできますかそういう感じではないそうですねちょっと皆さん全員ではなかったそうですね頭の中のデータベースで。 ジオルドを思いい浮かべてたただけらジオがやっぱ王子としてカタリナの婚約者としてのちゃんとその部分を見せてくれるシーンがあってなるほどそれが私はすごいああさすがって思いましたかっこよかったですしそのシーンが私は好きですねかなり基本的にやっぱジオルドって包み込むような優しさっていうイメージがありますけれどもやっぱりそのしっかりと守るちゃんとね 男の子男性としての部分のジオルドみたいなのかっこよかった,かっかったとてもかっこよかったですねいいですねじゃあ、えー、もう今のだけでもやっぱりアーキル目当てでも見たいし、うん、そしてジオルドのその瞬間もやっぱり、うん、そうあのー、みんな基本的にカタリナのこと好きじゃないですかはい で、その、え、なんで俺、いやいや、そうです、ね、そう、そう、そうなんですよ、<う>みんな好きなんですよ。基本大好きです、カタリナのことは。人たらしなんでね、うん、で、その中で、今まで培ってきた、その関係値が、はい、あの、やっぱ、カタリ、今回、新キャラクターが多いってこともあって。はい カタリナと会った時のみんなの安心した顔だったり「うん、わカタリナ様!」のあの瞬間がとてもなんかこうやっぱ心地いいんですこうカタリナを中心としてあの幸せの輪が広がってるのは健在であるという感じです。うんうん やっぱり安心してテレビシリーズの延長戦の部分を見たいっていうのも絶対ありますもんねそれプラスこの新キャラクターが一体どんなん、えー、物語を紡ぐのかっていったところだと思うんですけど、はいすね、ちょっとすいません先ほどねなんかボケみたいに言いましたけどこのいや衣装も今日の衣装も素晴らしい衣装で,であ,ありがとうございます。はい、こちら やはりカタリナをイメージしてということですかなですあのカタリナは青のイメージがあるので、うん、青いドレスで、はい、はい。仕掛けてきました <laughs> <ん>仕掛けてきました <laughs> そして皆さんちゃんとホイホイとありがとうございます <laughs> 衣装良かっったとと思っておりりまますす、はい、<laughs> ありがとうございますさあそしてですねまあ本編の話ものたくさんあるんですけど、まあ、劇場版としてはこちら、うんえー、皆さんには2年ぶりというね,うね2021年からとか考えると 2>, うん、うん、2年ぶりにパワーアップして帰ってきたハメフラなんですけどどうでしょうこの2年で内田さん的にうん、うん、私はここがパワーアップしたな<私>みたいな。うん はい、私がパワーアップしたとこ？そうです。はい、<laughs> え、レベルが上がったみたいな話ですよね。そうですね。なんだろう。えっと、それで言うと、あのー、私走れないんですよ、体力がなくて。あ、そうなんですね。そう、500メートルすら危うい,、はい。結構スタミナ不足ですね。<laughs> はい。はい、あのよ,よく言うじゃないですか、お腹がこう痛くなっちゃってみたいなのが横腹がとか、そ結構早い段階で来ちゃうんですよ。はいはいはい。なんですけど、うん、ここのところ、い 1>, 1キロは止まらずに走るようになった。あー<う>結構すごくないですか。いやまあ単純に倍ですもんね。倍は今までは500すらも止まりつつ、はい。なんか歩きを挟みって感じだったのが、うん、ちょっと頑張ったんですよね。今年一年運動をして。うん、あ結構じゃあもうその、うん、ランニングとかでしっかり体力をつけて。 ジョギングから始め、うん、ちょっとずつこうなんていうかメートルを伸ばして、はい、結果1キロぐらいは行けるようになりました、うん、これじゃあ最終な目標とかあるんですかああ、東京マラソンええー、めっちゃやるやん <laughs> え、思った以上に行くやん <laughs> あびっくりしたそうなんか私の周りの人で、はい、私の生の体の先生が東京マラソン当たったって言っててななかなかねそう春ですよね確かね3月とかで今からもう練習してるんです,よいやーすごいねやっぱ。でだからあ今から内田さんもやればできますよって言われてその気になって、はい、ちょっとでも、まあ、出れないですけど、はい、一緒にちょっとこう頑張ろうかなみたいな。 えでもようやくえ500から1キロまでがこれどれぐらいかかったかによりますよ <laughs> あ時間時間これをあここまでのその,その1キロに行くまでのいや、えー、6回ぐらいですね6回ぐらい走ったりとかなるほど回数でいうとそうかそうかはい徐々にあとは筋トレとかしててって感じですかねかでも6回で5 0 0ル伸びるんであれば簡単に言うとお<ー>はい そうですよ。42キロですから。はい。いや、結構ない。はい。500 5回以上走れば。いや、無理。だいぶ。結構先ですけど。いや、攻めるな。どうかな。いや、でもわかんないですよ。何でハマるかわかりませんから。そうですね。はい。もうちょっと頑張りたいなって思ってるとこですね。本当ですね。それぐらい本当にパワーアップしたらマジでちょっとカタリナのようなね、元気も。 で,るでしょう、ねはい、いや素晴らしい、はいありがとうございます,ざいます楽しみにしてますけれどもさあこちらあ冒頭の上映プラスこのトークそしてこのあとですね、はい、テレビシリーズから3話数をセレクト上映するということで上映話数はすべての始ま,始まりとなります第1期第1話前世の記憶を思い出してしまった、うん、とおなじみのキャラクターたちのエピソードが楽しめる第1期6話夏休みだから楽しく遊んでしまった、うん、そして 第2期第7話「願いが叶ってしまった」でございますさあこちらあ<ー>まあ収録当時とか、えー、上映されるこのお話など、はい、内田さんの中で印象残ってるようなことってあったりしますかいやこの中だとやっぱ1期1話は, 1>、はいうん、はとにかく語れないしゃべってます。 はい。もんなすごいアフレコの時に台本をいただいてやっぱ驚いて、うん、はい。うわーってどうしようカタリナファイブってなった記憶が <laughs> そうですねまずね我々はもう当たり前みたいに見てるけどれがやるんですか、はい、この,の議長っていうのは私おじさんできませんけどみたいな感じだったんですよ <laughs> その時は驚きましたよね確かに驚きました、はい、いやえぇ、ー、って,言って私みたいな感じもあったんで、はい、やっぱ記憶残でもそこから つながってずっとねここまできてるっていうのもあるんで、うん、思い出深いまああと1話で言うとその「かたあのハメフラって原作のゲームっていうかあれ結構えぐいですよねそうですねなかな,か,か,なか殺されるっていうルートじゃないですか、はい、そうそうバッドエンドだとねそういうなんかこうすごい の始まったなぁかもあって一応すごく好きですねはいはい、うん、そうか初めてねこれ誰がやるんだろうとかその台本もらった時の感覚っていうのは、はい、内田さんしかわからないことですねねえそう、うん、今はおなじみですけど別に全部に内田真也ってあの台本から書ってあったわけではないんですよあそうなんですか <laughs> そう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 あ今でこそだあれは、はい、台本はそういう感じじゃなかったと思いますはい。うん、なるほど いやでも確かにでもやっぱ改めてそのファンの感覚で1話見た時ってやっぱテンポの良さとすごい説明がスッと入る内容になってるから結構こういうストーリーの礎というか始まりぐらいのイメージですけどこんなに説明1話ですっと入って気持ちよく見れる話数ってなかなかないと思うんであーそっか、うん、そかうですだから改めてみんなも見たことある1話をこうやって振り返るとあ こんなにテンポ良かったんだとかめっちゃ思える一話だなと僕も思いますんで確かに、うん、そうですねもう本当にあのそのテンポの良さと確かにこの悪役令状物の,の走りだったっていうのはありますからね、はい、そうですね、うん、もう今めちゃくちゃ多いですからめちゃめちゃ年に何本もありますけどいや本当に <laughs> なかかったですよ確そそそそそう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 、うん、ハメフラがやっぱり始まりのイメージはめちゃくちゃありますからね、うん、いやこちらその1話だけじゃございません6話も2期の7話も是非、えー、こちら楽しんでいただきたいなと思います、はい、さあそして、えー、まあ内田さんがカタリナを演じる上で大切にしてることや、うん、意識していることなどあったら教えていただきたいんですがどうでしょうかあのー、カタリナってその こう綺麗なところだけが魅力ではないというか、はい、えと例えばまあ土にまみれて農作業をしている姿とかあとはもう言動でもこう到底こう貴族には見えない食べっぷりだったり、はい、まあお母様に怒られるシーンなんかもたびたびあって、うん、そういう時に出るこう奇声みたいな。 声の,そのお芝居するにあたって可愛いいお姫様をやっちゃいけないんだって一気の最初で悟ったんですよ私。初あそういうことじゃないんだなって子供時代っていうのは子供ならではの可愛さはありますけど、はい、そういう可愛さはもう皆さん後の役者のみんな頼むって思って、はい、そこを捨てているっていうのが語りのを演じる上で私が大事にしているところですね。あ,ある意味その なんて言ったらいいんだろう,こう主役ヒロインじゃなくちゃんと主役でいたいと思ってななるほど、うん、なんかそういう感じは基本的にやってますただそのたまに見せる可愛い顔は飽き、はい、来たなって思って大事にするんですけど基本の流れとしてはこうなんかがむしゃらに頑張るみたいな感じにしてますね。うん でも本当に今のこのヒロインじゃなくて主役というスタンスを取るってめちゃくちゃ言語化できてると言いますか聞いてうわほんまにそうだよなって思っちゃいましただからこそ,その女の子たちもカタリナのことが好きになってくれるのかなっていうなんかそこは大事なポイントかもしれないですね、うんうんうん。確かにに素晴ららししいいありがとうう、はい、うございますじじゃあどうでしょう逆にこちらカタリナを演じ続けてきてき ですね、内田さん自身がカタリナにここ影響を受けたかなみたいなところってあったりするんでしょうかおあ、あのー、こうカタリナを見てると、うん、やっぱすごくまっすぐ人と喋るんですよね。はいでの 笑顔顔もも泣いてるる全部見せるんですよ、うん、そういう素直さみたいなのはやっぱ気持ちがいいんだなと思って自分も心がけるようにしてます<あ>喜怒哀楽を出すみたいななるほどうん、うん、そうかそっちの方がやっぱ伝わるぞっていうのが伝わるんですよ、うん、それはなんかすごく参考になるというか人としてやっぱいいなみたいな感じはしますね。うんうん、なるほど、うん じゃあそのもしかしたらその内田さんがえいろんなところで出す喜怒哀楽にはその語りの成分がそうですねはい入ってるかもと入っております <laughs> 素晴らしい、うん、いや拍手が起こりましたありがとうございます、はい、いいですねじゃあですね 乙女ゲームフォーチュンラバー、まあ、先ほどもね、はい、ちょっと出てましたけども、はい、こちら、この世界に転生してね、えー、カタリナは本当に、えー、先ほども言いました前向きさ、うん、そして人たらし力で数々の破滅フラグをこれ乗り切ってきましたが、はい、これ逆にあの、えー、カタリナとして内田さんが転生したら。私がうん フォ,にはい、フォーチュンラバーに内田さんんが転生です、えー、なんだろう、えー、っとまずは、えっ一、と、旦全員そのキャラクターと喋ってみる。 本当のゲームのやり方みたいなそそそそう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 一回どんなもんかなみたいな全員と喋るんですよねで2回ぐらい喋ると喋ること変わるやつとかいるじゃないですかゲームってね、はい、それを一回試すで、うん、クエストとかくれるかなみたいな感じで、うん、せめてみる超ゲームとしていってません超 <laughs> いやそれフォーチュンラバーやるんだったらどうするんですかって言ってるんじゃないですよ <laughs> そうか したあ、はい、でも魔法使いたいですね。あ魔法魔法いいですね。うん、魔法の中でもまあまあ、はいえー、いろんな要素がありますようん、うん、内田さんの中でこの魔法を使いたいみたいななりますか。水 あ水、水、なんかこう、うこうやって、バーンっていうのの、水しぶき、ビャーみたいなの、ちょっとやってみたい。ちょっとバカすぎます。今の表現。<laughs> いや、ちょっと待ってください。えー、今の、水しぶき、ビャーンで、ビャーンでやってみたいみたいな、そんな。そんな擬音だけでいきますか。<laughs> あ<れ>、<laughs> 強くなさそうでしたかね。いや、だから、違う。なんだろう。どう水。 で手から水が出るようなやつですかね。違うんですよ。こうこうやってやったらそこの辺からパってなって、そのそれがどうなるか知らないですけど。いやいやいやなんか違うのよ。そこなんですよ多分この敵を例えば出てきた敵をこの水でやっつけるとかそういうことじゃないですか。やっつけたりもする魔法で、その水がなんかそのなんかピャー。なんだそれ。なんでそのピャー。 ってなるんすか。それ。なん水魔法って何。いや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 、言い出した内田さんです。確かに。うん、だから、そうね。そう、ハイドロポンプ的な何かを。ハイドロポンプね。さあ、と。やって、まあ、それで、ええ、まあ、なんでしょうね。それこそ、まあ、火も消えるし。そう、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 それ、それ、そういうこと。 なんで水かがちゃんとね、入れてるような気はしてないんです。<laughs> うん、そうですね。うん、まあ、でもいいですよ。やっぱ魔法があるような世界ね。<laughs> はい。まあ、そうそうそう。うん、異世界って感じしますよね。剣と魔法ではありますしね。そう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 。まあ、どっちもそんなにって感じなんですけど。語りなにもしなってしまったら。ああ、確かに。はい、剣はもう全然ですか。剣を。 剣はちょっと危ないですよねできないことはやらない主義なので私、はい、剣はちょっと多分その手が滑るなーって言って置いちゃう気がするんです <laughs> あなるほど、はい、なでよくないから、うん、とりあえず魔法で魔法の方がまだそして水魔法で水じゃあって、うん、<laughs> 気温でありがとうございます。はい さあということでではこちら乙女ゲームといえば、うん、先日ですね劇場入場者向けの映像特典<う>乙女ゲーム風エンドロール後おまけ映像の情報が解禁されました <laughs> はいこちら週替わりでハメフラおなじみのキャラクターたちが登場するそうで、うん、豪華フルボイス映像となっておりますはいこちらの映像乙女ゲームのプレイヤーのような立場でカタリナのセリフもあるそうでした,した、ね、こちら収録いかがだったでしょうか いやこれが本当にいろんなパターンを取ったんですけど、はい、すごいあ久しぶりのやつだって思いました。あのー、その乙女ゲーム要素って実はハメフラ見ててもあんまり多分ないんだと思うんですけどままあまあそそそそううううですね世界に入ってますからね、うん、それを、あのー、ちゃんとやるっていうのが面白くて、うんうん、えこれど,ど,ど,どのぐらい公表されてるのか分かんないんですけど。はい どのぐらいですか。やるということだけが発表されてるぐらいなのかな。やるということだけ。あ,あ、そういろいろです。はい。すごく濁しましたね。<laughs> これは濁しましたよ。やっ,やっぱカタリナ役はゲームとかも前出たんですけど、フルボイスだったんですよ。フルボイスですか。すごい喋ったんですよ。すはい、全員分のルートみたいな。うん、だからもう仕事をしたんです。はい、今回も <laughs> そういう感じです。そういうことか。はい。 でも今のだけで察する方はさせますし、まあ、そうですね。ってなったらもういろんな人の衆代わりですからね,、はい、ね楽しかったですね。いいですねやっぱり本当にだからどのキャラクターが推しでもちゃんとこう救ってくれるというかねそこも全然皆さん楽しめると思います。うん はい、さあということでその辺は皆さんも楽しみにしていただきたいなと思うんですが、はい、さあそして、えー、本日は12月1日ということで、えー、今年も残すところわずかということです。このあと上映する第1期第6話は夏休みの宿題ギリギリまで残して語りなが焦るというエピソードもございます。ささああ内内田さんどどううでししょう今年年ややりり残たたことにいなどあれば 年内にやりたいことはですね、うん、私その今年の目標が、はい、人生で一番いい体になるっていう目標を掲げてやってきたんですけどうん、うん、っていういやいやいや、うん、いやいやそうなんですかなんか自分の中でね、うん、まあ納得いくかいかないかですからそのなんていうか今年食が美味しかった食食べるで同じです <laughs> 物が すごいなんかこう私を魅了してた感じがしててあ,あんまりうなんで、ね、ど,どうしますでもあと1か月ありますよでもよくねあのインスタとか見てると、はい、1か月で7キロ痩せる方法とか<ー>出てくるんですよ出てきます出てきますどんその痩せてる4 5キロと5 6キロの違いは何みたいな朝水を飲むとか、はい、いろいろな,なんかまとめみたいなのがいっぱい出てくるんですよ、うん、それを つらつら見て見た感じで今12月ですいやいや違うよくあるけどなんかあの知識だけねいつでもできるんだと思ったらやらないみたいな頭でっかちな状態で12月を迎えておりますじゃあこれ保留ですね来年に持ち越すでいいんですかそうですねだいつかいつかその一番いい感じになれるっていうの夢見て はい、でも、まだあるから、そう、年末食べるじゃん、絶対。ね。年末。ありますね。年末はまあまあ、美味しいもん多いです。おちとか、そう、いろいろおせちとか、はい、私、それこそ、誕生日があって。そう、そうですね、クリスマスケーキと誕生日ケーキと、もう、本当に。 デデブブ週週間間みたいなデブ週間すごい単語だ <laughs> もうすごいんですよ、はい、あの1週間ぐらいってもういろんなところでとにかくと,とめどなくケーキが出てくるみたいな感じになるんですもう始まってるんですけど、うん、実は、はい、1か月ぐらい続くんですよ、やっぱりいろいろね。うん、それはもう、でもだから家にいるときはなんか蒸し野菜とか、はい、鍋を食べて、おりますはいはい、はい。カロリーを抑えて いいやいやなんか私やってますみたいな <laughs> <laughs> そうでしたケーキ食べてたけどなうん,うんそうですね <laughs> いやいやまあでもその辺は確かにねまあ,まあやっていただいてるということです頑張りますでもじゃあどうでしょうこちらまあ当然破滅フラグ回避についてねえ紛争する様子が描かれる本編ですけれどもはいはい内田さんどうですか破滅フラグが来たなーみたいなことってあったりしますかあ破滅フラグですか <うん S 2> 今日 <laughs> いやマジで今日ねえっって思って、はい、びっくりしましたでもそれこそ,そう最近ねあのー、事務所とかで、はい、すれ違った時とかもこうご飯今度行こうねみたいな感じで、はい、ニコニコ喋ってたのに怖いですよね、うん、何がねまあまあ本当に今体調,が、ね、そう体調崩しちゃうっていうのはもう、うん、ある私もこの間まで。うん コロナが来て破滅フラグだったんであ,あれ怖いですよねだから本当、うん、具合悪くなる直前ってなんかピキみたいな何か来ますよねあ予兆みたいなのがそう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 かうそ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 なそう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 ん。三日ぐらい経ってあやばいってなって。そう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  たねこの岡崎さんもまあ当然ねねはめフラ語りたいこともたくさんあったと思すしねまた話してくれると思います僕は僕で今日本当にあのマネージャーからすいませんの今日の舞台挨拶あの体調不良の出演者が出られましてえっえどなたですかどなたとか何人とかわかんないんですけど怖っえちょっと待って俺一人の可能性あんのってえ 俺一人で何喋んのみたいな <laughs> なってたんでいや内田さんおられててそうですそうですう、ね、本当に何とか破滅フラグを回避することができましたあ,ありがとうございます <laughs> さあということで、えーまあ、このようにいろいろ喋ってまいりました、はい、があ残念ながらあそろそろお時間が迫ってまいりました、はい、改めて内田さん、えー、皆さんに一言いただければと思います。 はい、今日は皆様お集まりいただきましてありがとうございます、えー、来週にいよいよ公開が迫っておりますが本当に今日見てもらった冒頭だけでもお,お伝えしきれない魅力がですね劇場版いっぱい詰まっておりますあのこのハメフラの魅力、そしてカタリナの魅力たくさんのキャラクターたちの魅力を余すところなく見ていただきたいのでぜひ公開日には 劇場に足を運んでいただけると嬉しいです何卒よろしくお願いします今日はありがとうございましたありがとうございましたさあそれではここからマスコミフォトセッションのお時間となりますまず、はいえー、スチールの方からお願いいたします写真の方今準備させていただいておりますさあそれではよろしいですかパネルの方ではあご準備いただければと思いますはい。2人で持つ予定だったやつです ちょっと重そう、重そうだな。確かに、さあ、よろしいですか。はい、では。はい。オフィシャルです。確かに一人だとね、バランスが難しいでしょう。あんまないよな、一人で。本当に。本当あんまないから。貴重ですね。 さあ、あちら目線がとっても3つあるんだよな。やっぱね。<laughs> いいですね。さあ、スチール取っております。ありがとうございます。さあ、こちらで。いいですね。<laughs> ちょっと笑っちゃいますよね。やっぱね。多分思ったより重かったりするのかな。うんさあね。ありがとうございます。はい、あいいですね。素晴らしい絵がありがとうございます。 ない性格だ。はい、ありがとうございます。それでこちら上の方に、はい、ムービーの方ございます。はい、あちらの方に、はい、向かって。あ、あちらですね。あの白いペンライトみたいな。はい。さあ、いけてますかね。大丈夫ですか。さあ、<laughs> そうですね。こんなこんな寂しいことってあるんですね。ほんまに。いやいやいや、でもいいですよ。これは皆さんの思い出になりますから。